わーい。ごめんなさい。全部まとめちゃう、これ。なります。ですね、7月25日に配信リリースされたシンフォニーっていう曲を、今から、さっきリハで歌ってた曲ね、歌わせてもらおうと思うんですけれども、この曲は、シンフォニーってさ、なんか英語だと、こう、なんだっけ、和音とか音を意味する言葉なんですけど、こうギリシャ語ではこう愛を表現する言葉で使われてるらしいんです。知ってた？みんな。ね、知らないね。みんなも知らなかった。教えてもらったの、作ってくれた人が。なので皆さんぜひ、大切な人のことを思い浮かべながら聴いてくれると嬉しいです。聴いてください、シンフォニー。My symphony 大事な人誰より大事なあなたへ世界中に届かなくてもいいあなたに届いてほしい愛を It's a war.Yeah, I'm not waiting for you. Every time I want.
ありがとうございます。